昨年12月に20年以上ぶりにこの講壇に立つ機会が与えられましたけれども、しばらくはないと思っていたのに、こんなに急にまたこの場に立たせていただけることは、また神様からの、計り知れない恵みであることを思いつつ、今朝は私が用意したものではなく、主人がすでに先週提出して圭太君に通訳をお願いしていた原稿を主人の代わりに読ませていただくという形で取り継がせていただきます。今年の夏は東京オリンピックが持たれます。今日本では誰が国の代表になるのか、水泳にしてもマラソンにしてもいろいろな競技で代表選手の選考がなされています。その中には野球やサッカーもありまして、代表監督が誰をチームに加えようかといろいろな選手を視察しています。オリンピックのような世界大会に出場する選手というのは言うまでもなく、その国でベストの力を持っている選手です。野球なら日本人最高のピッチャーが選ばれ、水泳なら日本人最速のスイマーが選ばれるのです。私たちは毎週礼拝で今から約2000年前に誕生した最初の教会の姿を見ています。その最初の教会は祝福され、その弟子の数が増えていきました。しかしそのような時にある問題が起こりました。その頃弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤモメらが日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てた。そこで十二使徒は弟子全体を呼び集めていった。私たちが神の言葉を差し置いて食卓のことに携わるのは面白くない。そこで兄弟たちよ、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしよう。この提案は会衆一同の賛成するところとなった。そして信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、それからピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナおよびアンティオ家の回収者ニコラオを選び出して使徒たちの前に立たせた。すると使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。彼らの間に起きてきた問題とは何だったのでしょうか。それは深刻な政治的圧力が教会に迫ってきたということでしょうか。異教的な惑わしが初代教会に襲いかかってきたのでしょうか。いいえ、彼らが最初に向き合った問題はヤモメたちの日々の配給に関することでした。英語の聖書を見ますと Daily Distribution of Food とありますから、それは日々の食事の配給だったようです。そうです、それは教会のキッチンに関する問題だったのです。すなわち弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤモメらが日々の配給でおろそかにされがちだという苦情が出てきたというのです。彼らの教会には二つの言葉を話すグループがありました。ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を話すユダヤ人です。どこかで聞く話ですね。そう、それはまさしく私たちの教会と似ています。言うなればこういうことなのかもしれません。英語を話す日系アメリカ人から日本語を話す日本人に、私たちの中にカレーランチが与えられない人がいるとか、私たちに配られるカレールーは少ないとか、たくあんが2つ少ないというような苦情が起きたということです。皆さん笑われるかもしれません。
しかし彼らはこのような類の問題を取り上げて、そのことを真剣に話し合ったというのです。私は時々申し上げます。教会のキッチンに行けばその教会の状態がわかる。もっと言いますと、その教会の霊的な状態までわかる。これは冗談のように思われますが本当です。キッチンというのは食べ物を取り扱うところです。そこでは人の胃袋に収められるものが備えられサーブされるのです。食べるというのは人間の原始的な欲求です。そのような意味で人間の心が一番現れうる場所なのです。主にある皆さん、このキッチンの問題に対して初代教会はどうしましたか。彼らはなんとそのところをしっかりと収めることができるように御霊と知恵と信仰に満ちた人たち7人を選んだというのです。思いませんか。教会に襲いかかる異教の力に対して、迫害に対して、それらに対処するように御霊と知恵と信仰に満ちた者たちが選ばれるのならわかる。しかし彼らはおそらく彼らの教会の中で一番霊的にも人格的にも成熟した者たちをやもめの日々の配給のために配置することに改宗一同が賛同したというのです。この箇所は使徒行伝の6章です。まだ初代教会の始まりです。これから初代教会は世界に出ていきます。目まぐるしい宣教がなされていきます。神様はそのことを始める前に、まず彼らの足元に心を注ぐようにと彼らの目を開きました。その足元にある現実問題を過小評価せず、それに対応するために、そこに自分たちのグループの中で一番御霊と知恵と信仰に満ちたものを置くようにと彼らにお示しになったのです。なぜですか。なぜなら私たちの足元はとても大切な場所だからです。足元がおぼつかないと私たちは転倒します。転倒しますと体の他の部位も大きなダメージを受けます。私たちが転倒するときというのは、私たちが足元にあるものに目を向けないときに起こるのです。私たちは二足歩行していますゆえに、いつも前を向いて生きています。しかしなかなか足元を見ないのです。私はいつも車のタイヤを気にかけています。釘が刺さっていないかとか、空気圧は大丈夫かと、その足回りに注意し、異変を感じたらすぐに対処しています。なぜ。簡単です。フリーウェイで家族を乗せている車のタイヤがバーストして激しくスピンしている光景を想像してみてください。初代の教会はこの後すぐにコリントやローマというはるか彼方の宣教地に目を向けていきます。その時に彼らがしがちなことは、彼らの心がはるか彼方の宣教地だけに向けられていて、その足元に対して目が届かなくなることです。もし彼らの目が遠くばかりを見て自らの足元を、すなわち自分たちの教会を見なくなったら何が起こりますか。この問題に関して言えば、食事の配給の問題は、このようなことがなされるのは我々がギリシャ語を話しているからなのかというような、さらに深い文化的人種的な問題へと発展していく可能性をはらんでいるのです。知らぬ間にこのやもめの配給問題が別の問題に飛び火して、その沈下に多大なエネルギーと時間がかかることになったかもしれません。いいえ、もしかしたらもはや修復不可能な状態に
なっていたかもしれません。私たちは遠くを見るべきです。しかし私たちはそれ以上にしっかりと私たちの足元をいつも見ていなければなりません。足元がしっかりしていて初めて私たちは遠くまで歩き続けることができるのです。言うまでもなく、その時に選ばれた7人はヤモメの日々の配給の問題を専門に扱う人たちではありません。彼らは教会の中で起きる、すなわちその足元で起きるすべての問題を御霊と知恵と信仰によって解決するために選ばれたのです。すなわちこのことは、私たちが教会のすべてのミニストリーに関わるときに、私たちは御霊と知恵と信仰を必要としているということなのです。書店に行きますと、私たちはいろいろな問題にどう対処したらいいのかということを教えてくれる本をすぐに見つけることができます。その時どのようなコミュニケーションを取るべきか、どのように部下に指示を出すのか、ハラスメントの問題にどう対処したらいいのか、それらの書物は事細かに教えてくれます。しかしその本の目次の中に決して見出すことのないものがあります。そうです、そこには神が与えてくださる知恵とか、御霊に満たされるとか、信仰という言葉は決して出てこないのです。しかし私たちが問題に関わるときに必要不可欠なことはこれらのことだと聖書は言うのです。ここまでお話ししてきまして、お気づきかと思います。この足元の問題は何も教会だけの問題ではないのです。やもめの日々の配給の問題というのは日常的な問題であり、それはすなわち私たちの日常の問題なのです。私たちは日々それらに向き合って暮らしているのです。正直に申し上げましょう。私たちが体験しているこの日常の問題の多くは今始まったものではないのです。それはすでに起きていたのです。もしかしたら3ヶ月前、2年前、5年前、10年前に起きていたのです。それは足元で始まっていたのです。その問題に今私たちは悩み苦しんでいるのです。もしそうであるのなら、私たちは同じことをまた繰り返してはなりません。このことが分かっていながら、どうして同じことを繰り返すのでしょうか。同じことをしていましたら、1年後、10年後にまた同じことで悩み苦しまなければならないのです。どうか皆さんの足元をないがしろになさいませんように。あなたの足元といえば、皆さんはそれぞれそれが何を意味するか分かりますでしょう。そうです、今皆さんの頭に浮かんだものです。それです。それに無関心ではいけません。放っておいてはいけません。確かにお仕事は忙しいでしょう。それはとてもやりがいのあるお仕事かもしれません。でも皆さんの一番近くにいる伴侶や子どもたちのことをないがしろにしてはいけません。そこにこそあなたが持っている最高のものを注ぐべきです。そうすることによって皆さんのお仕事は実りを得ていくのです。一発の打ち上げ花火のような成功を皆さんは求めてはいないでしょう。長く歩き続けることを願っておられるでしょう。そうであるのなら、いつも足元を注意深く見つめていきましょう。私たちの足元、すなわち私たちの家庭や職場では、私たちに代わってくれる7人の神の賢者はいませんでしょう。それならどうしたらいいのでしょうか。その問題には誰が向き合うのでしょうか。そうです、あなた自身です。
あなた自身が聖霊と神の知恵と信仰に満たされる必要があるのです。私たちはいつも何よりも聖霊と知恵と信仰に満たされることを祈り願おうではありませんか。これらは牧師や教会のリーダーたちにだけ与えられる特権ではありません。これらはすべての人に公平に神様が与えてくださることなのですから。イエス・キリストはかつて言われたではありませんか。あなた方のうちで父である者はその子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか。卵を求めるのにサソリを与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうか。もし私たちの心に苦々しい思いとか否定的な思いがあるとするなら、それは私たちがそのような思いに私たちの心のスペースを与えてしまっているということです。心にこれらの思いのためのスペースがあり、それらがそこにあり続けるのなら、やがてそれは私たちの心にある思いだけでとどまるのではなく、口や態度を通して外に出てきます。それは毒のようなもので、それが混乱を生み出し、時にそれが私たちを立て上げてきたものを壊してしまいます。どうしたらこのようなことから逃れられるのか。そのスペースを他のもので埋めるのです。何によって？主にある皆さん、御霊に満たされることによってです。主よ、今日も私を聖霊で満たしてくださいと祈って祈って祈り続けるのです。そう、その御霊に満たされるときに、主が私たちを通して実らせてくださる実が何だかご存知でしょう。ガラテヤ5章22節23節、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。私たちの足元にある問題はこれらのものを持ち合わせながら対処すべきことなのです。主にある皆さん、そして私たちは神の知恵に満たされましょう。この知恵も神様に求めていいものなのです。そして神様は求める者に知恵をくださると約束しています。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。自分が所有しているものは確かに役に立ちます。しかしそれだけで足元の問題をすべて解決しようとしてはいけません。子供や夫婦の問題をお金だけで解決しようとしてはいけません。私たちに必要なものは神様が私たちに与えてくださる天来の知恵なのです。私たちはあのソロモンが人類史上最も賢い王となりました経緯を知っています。神はある夜ソロモンに夢の中で語りかけました。あなたに何を与えようか求めなさい。彼は答えます。私は数えることができないほど多くの民の中におります。ですから聞き分ける心をしもべにお与えください。そのことによりあなたの民を裁かせ、私に善悪をわきまえることを得させてください。それに対して神はこう答えました。あなたはこのことを求めて自分のために長命を求めず、また自分のために富を求めず、また自分の敵の命をも求めず、ただ訴えを聞き分ける知恵を求めたゆえに、見よ、
私はあなたの言葉に従って賢い英明な心を与える。あなたの先にはあなたに並ぶものがなく、あなたの後にもあなたに並ぶものは起こらないであろう。ソロモンが求めた善と悪をわきまえることとは、すなわち彼が神の知恵を求めたことです。そして神様はそのことを喜ばれ、彼に賢い英明な心、すなわち神の知恵を与えることを約束されたのです。主にある皆さん、神の知恵を求めましょう。この神の知恵は私たちのこれからの人生に多くの祝福をもたらし、私たちの直面するもろもろのクライシスから私たちを救ってくれることでしょう。そして最後に信仰に満たされましょう。信仰に満たされるとは少し不思議な言葉です。信仰とは満たされるものなのでしょうか。しかし実際に先の使徒行伝6章5節には信仰に満たされると書いてありますから、なぜ私たちは信仰に満たされる必要があるのでしょうか。私たちの足元の問題は、聖霊と神の知恵に満たされて向き合っても即座に解決するようなものではないことが多々あります。ですから私たちには信仰が必要なのです。神様に信仰を求めていいのか、いいのです。かつてイエスの弟子たちは自分の信仰の弱さを思い知ったことがありました。その時に彼らは何をしたのですか。使徒たちは主に、私たちの信仰を増してくださいと言った。そこで主が言われた。もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この桑の木に抜け出して海に植われと言ったとしても、その言葉通りになるであろう。彼らは言いました。私たちの信仰を増してください。彼らは知っていたのです。我々の心に信仰がないわけではない。確かに信仰はある。しかしその信仰が私の心に占めるスペースが少なすぎる。その心の空きスペースにもろもろの不信感が定着してしまう。だから主よ、私の信仰を増してください。私の心があなたへの信仰で満たされますようにと彼らは願ったのです。そしてそれと全く同じ祈りを私たちがしてもいいのです。いいえ、私たちもこの祈りを日々すべきです。主にある兄弟姉妹、初代教会では聖霊と神の知恵と信仰に満たされている人を7人選びました。しかしよくよく考えてみてください。それは7人でなければならないということはないのです。この教会に集う私たちの一人、そしてまた一人、そしてすべての者たちが聖霊と神の知恵と信仰に満たされたら何が起きるのか。その方たちが教会に集い、この三つに満たされて家庭や職場に戻り、しかと足元を見つめ、そこに力を注いでいったら何が起こりますか。私たちの学歴、職歴、人生経験は確かに私たちの助けとなります。私たちの足元の課題にも確かに役に立つ何かを与えてくれるに違いありません。しかし聖霊と神の知恵、そして信仰に満たされるということの前にこれらが置かれるのなら、やはりそれらは霞んでしまうのです。主にあるサンディエゴ教会の兄弟姉妹、我々も聖霊に満たされ神の知恵をいただき、信仰を増していただこうではありませんか。教会の足元を強固なものとしようではありませんか。そのことゆえに私たちはさらに
遠くに出ていくことができるのです。私たちが何かを成し遂げるためには、私たちの家庭がしっかりと収められていなければなりません。夫よ、妻よ、父よ、母よ、聖霊に満たされ、神の知恵をいただき、信仰に立ち、私たちの足元となる家庭を収めようではありませんか。主イエスは、あなた方は世の光、地の塩だと私たちに語られました。私たちが世でそのように生きることができますように、私たちを聖霊で満たし、神の知恵で満たし、信仰に満たしたまえと祈り願おうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日もあなたの前に礼拝を捧げることができ、御言葉からメッセージをいただくことができたことを心より感謝をいたします。初代教会、これから世界宣教に向けて出ていくその前に、まず自分たちの足元を固めるべく、七人の神の知恵、聖霊、そして信仰に満たされた人を選び、問題に対処しましたように、私たちもまず私たちが置かれている家庭、職場、そしてこの教会の中で足元をまず固めるものとさせてください。私たち自身が聖霊で満たしていただき、あなたの知恵を教えていただき、信仰で満たされて歩むことができるように、お一人お一人をあなたが祝福して導いてください。新しい週また歩み出します。先週90周年の記念の合同礼拝を持ちましたが、それで終わりではなく、この教会はさらなる歩みをあなたと共に歩んでいきます。これから遠くに出ていくために、この教会の足元を揺るぎないものとして土台を築くことができますように、そして土台を築いて、さらに私たちの周りにいる者たちに福音を届けることのできる私たち一人一人、そしてこの教会としてくださいますように、心よりお願いをいたします。このひとときを感謝いたします。すべてはあなたの御手にお委ねし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。天の父なる神様、今週もあなたに礼拝を捧げるべく教会に集うことができました恵みを感謝をいたします。どうぞ新しく迎えるこの1週間、私たちそれぞれの家庭で、職場で、そして学校で与えられている務めを全うすることができるように、何よりもまず私たちの足元を固め、そしてあなたの前に出ていくものとしてくださいますように、お一人お一人の生活をあなたが豊かに祝福していてください。感謝し、御手に委ね、
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。